明けましておめでとう。新年早々忙しくなりそうね。イーター、そこのみかん取って。やだ、動きたくない。そう言わずにさ、イータが一番近いんだから。こたつから腕出したら寒い。ゼータみたいに中で丸まる。すごいよね、三つ星の掘りごたつ。一度入ると抜け出せないよ。ふにゃ。まったく、新しい年になったのにみんなすっかりやる気がないんだから。アルファ、これはね、僕の育った地域では寝正月という由緒正しい過ごし方なんだ。よそはよそ、うちはうち。あんまりダラダラしているとこたつ片付けちゃうわよ。そんな、いくらなんでも早すぎる。アルファ様の鬼、悪魔、エルフ。そうよ、エルフよ。エルフの何が悪いの？まったく、みんなデルタを見習いなさい。わーい、うわーい。なんでこの寒さで大はしゃぎできるんだ。やっぱりバカ犬はバカ犬だな。あれ、見習ったらシャドウガーデンの頭脳腐る。世界の損失。ほんと、犬は喜び庭駆け回り、子供は風の子だね。あら、聞いたことない慣用句ね。それも影の英知かしら。まあそんなところ。ガンマたちに教えた前世の知識が三つ星を通じて随分この異世界に伝わってしまったな。おかげで現代日本と同じような充実した寝正月を送れてるわけだけど、そういえばお正月の文化といえば、この辺りはさ、鏡餅を用意したりしないの？鏡餅？何それは。鏡餅というのはお餅の形態の一つで、丸くて白くて硬い。漠然としすぎていて想像もつかないわ。あなたほどの洞察力があれば察することはできるのかもしれないけど。お餅なら知ってるよ。一部の獣人が作る、ほかほかのお米を炊いて作る料理だけど、お餅って柔らかいものじゃなかった？お餅の形態の一つ。つまり鏡餅というのは状況に応じて形を変化させるものなのね。食べ物なのに形態を変化させる？それスライムじゃなくて？興味深いけどあんまり美味しそうじゃないね。アルファのも確かに間違ってはいないけど、説明が難しいな。一度見てもらえばわかると思うんだけど、あれだ、イータがちょっとさ、研究して鏡餅作って飾ってくんない？練り物みたいな加工、よくある。特に興味なし。練り物じゃなくて形態を変化させる特殊なお餅なのよね、シド。これは再現が難しそうだな。せっかくだからお正月みたいなことをしたかったんだけどな。シドがやりたいのなら鏡餅とやら工面してみようかしら。本当？多分この辺りじゃマイナーだし、無理に見つけようとしなくていいよ。鏡餅程度見つけられなくて七影のリーダーは務まらないわ。見ていてシド、いい機会だから私たちの力をしっかり証明してみせるわ。なんか余計なスイッチ入れちゃったかな。まあいいか、
面白いことになりそうだし。ここにいるみんなは知らないみたいだし、他のところでも聞いてみようかしら。いえ、シャドウ様からは特にそのような英知は授かっておりません。鏡の名を冠する食品は三つ星でも扱っておりません。メイク担当として鏡ならたくさん持っていますが、鏡餅。参ったわね。鏡餅のことを知っていそうな線は全て当たったのに、大口を叩いた以上今さらシドに聞くわけにもいかないし。ガウ、アルファ様どうしたですか？デルタは知るわけないわよね。鏡餅がどこにあるかなんて。知ってるですよ。でしょうね。聞くだけ無駄。アルファ様がこんなに驚いてるの初めて見たかも。デルタ、あなた本当に鏡餅のこと知ってるの？はい、獣人の里に伝わる餅のでっかくて丸い鏡みたいなやつ版なのです。丸くて鏡だから硬い、まさにシドが言っていた外見と一致だわ。まさか本当にデルタが？そういえばゼータも餅は知っていたわね。同じ獣人のデルタが知っててもおかしくない。盲点だったわねえ。デルタ、その鏡餅が欲しいんだけど案内してくれるかしら？案内するですか？お外に出てもいいのですか？この子ただ散歩に行きたいだけじゃ。いえ、手がかりを持ってるのはデルタだけ。信じてみましょう。ええ、お願いできる？そういうことなら獣人の神社に向かっていざ出発！待って、獣人の神社？鏡餅というのはそこにあるの？そうなのです。獣人の神社はここから少し離れたところに位置する。一度行けば引き返すのは大変だし、神社であれば清掃で向かうべきね。アルファ様、早く出発するのです。待ちなさい。遠方へ向かうのであればそれなりの準備が必要ね。デルタはそんなのどうでもいいのです。早く早く。デルタ、私の言うことが聞けないっていうの？わかったのです。あなたも参加するんでしょ？こういうイベント嫌いじゃなさそうだもの。頑張ります。持たなかったね。あなたも参加するんでしょ？こういうイベント嫌いじゃなさそうだもの。鏡餅は獣人たちの神社大伊勢神社にあるのです。
大伊勢神社、聞いたことないわね。そこにシドの求める鏡餅が。でも同じ獣人のゼータは知らないのに、デルタだけ知っているのはどうしてなの？メス猫は興味がないんだと思うのです。最近話題の遊び場なのです。遊び場？神社は神聖なスポットだと思うけど。そうなのです。デルタは難しいことよくわかんないのです。でも大伊勢参りで参りポイントを貯めて豪華景品をゲットだって話は聞いたのです。テーマパークみたいなことになってるけど、神聖な場所でいいのよね。鏡餅は新年記念イベントでプレゼントされるはずなのです。何が何だかもう想像もつかないわ。ここなのです。これは神聖な神社でいいのよね。間違ってないのです。イメージキャラクターが描かれた風船、意味もなくカラフルな明かり、この神社のどこがどう神聖なのよ。完全にテーマパークじゃないの。そんなことデルタに言われても困るのです。デルタは最初から遊び場って言ってるのです。ここまで奇妙なのはさすがにおかしいでしょ。悪夢よこれは。難しいことはよくわからないのですが、実際この神社自体は由緒正しい何十年も歴史あるものみたいなのです。その頃はひっそりと新年の行事をしていたはずなのですが。さあ皆さん、餅の残りで作った三つ星コラボの甘酒ですよ。三つ星？そこのあなた、ちょっといいかしら。この神社は三つ星と何か関係があるの？はい、村おこしをして獣人らしく面白おかしく過ごしたい、そんな私たちの思いに三つ星商会が協賛してくれたんですよ。なるほど、そういうこと。楽観的で陽気な獣人の気質と三つ星から伝わったシャドウの影の英知、この二つが化学反応を起こしてこんな珍妙な神社が誕生したのね。コンコーン、激辛ホットなレッドキツネうどんであったまりましょう。野菜たっぷりグリーンたぬきそばで新年を健康に、龍馬退散ですよ。くんくん、いい匂い、とってもうまそう。お腹が減るのです。あそこの屋台で売ってるし、早速行くので。ダメよ。ぐえ、着物が縛ってきついのです。帯があると捕まえやすくていいわね。アルファ様、アルファ様、あっちで甘酒が売ってるのです。何でもいい、何でもいい。ちょっと待ちなさい。あなた、この甘酒にアルコールは？入っていませんよ。どなたでも美味しく召し上がれます。そう、デルタ、飲んでも大丈夫よ。わーい、甘すぎずあったかくて最高なのです。エルフのお姉さんも甘酒いかがですか？ありがたいけれど遠慮しておくわ。好意を無下にしてしまってごめんなさい。いえいえ、大伊勢アスロンの参加者さんもよく本番に備えてお酒控えますし。大伊勢アスロン？またよくわからない単語が。大伊勢神社に伝わっていた荒行をもとに面白おかしく仕立てた3つの競技、これらをまとめてみんなで競い合うのが大伊勢アスロンなんですよ。面白おかしくね。この大伊勢アスロンを最も優秀な成績でクリアした者へ鏡餅が授与されるんです。あ、鏡餅、思わぬところで情報が手に入ったわね。なんか面白そうなのです。
大伊勢アスロンやってみたいのです。またデルタはすぐ首を突っ込んで、でもそうね、シドがどうせないだろうと半ば諦めていた鏡餅を入手できる。私とデルタの二人ならどちらかは最優秀賞は取れるでしょうし、いいわ、やってみましょう。それだけの価値はありそうだし。うん、大伊勢アスロンなのです。大伊勢アスロンなら向こうの受付でエントリーできますよ。そろそろ受付締め切りです。お早めにどうぞ。頑張ってくださいね。やれやれ、そう簡単に鏡餅は手に入らないとは思っていたけど、獣人の荒行がどんなものかお手並み拝見ね。明けましておめでとう。新年早々忙しくなりそうね。あなたも参加するんでしょ。こういうイベント嫌いじゃなさそうだもの。頑張ります。主様のお役に立てることを証明するの。逃がさない。覚悟しなさい。負けない。負けませんよ。先を急ぎましょう。私の力を見せてもらうわ。こんなものじゃないの。やめなさい。こうしないよ。逃がさない。次が最後。油断せずに行きましょう。やめなさい。こんなものじゃないの。捕らえて攻撃します。行きます。覚悟しなさい。逃がさないわ。そこまでよ。勝ってみせる。やった。
ちょっとガンマ様、攻撃するなら大振りはやめて。当たりそうになったじゃない。シュ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 。あなたも参加するんでしょ。こういうイベント嫌いじゃなさそうだもの。さあ今年も新年早々やってまいりました。第3回大伊勢アスロン。今年もというには歴史がまだ浅いのよね。この大伊勢神社に伝わる3つの荒行、それを全員参加競技へと大改造。成績優秀者には演技がめちゃすごい特製鏡餅が贈呈されます。ボスの欲しがってる鏡餅、よし絶対優勝するのです。まあ身体能力だけならデルタにかなうのはそういないでしょうし、私もエントリーだけはするけど、そこまで頑張らなくても。それでは早速最初の競技、大伊勢フォーチュンダッシュです。神社正面大手門から一斉にスタート。一番奥にある巨大餅を目指してください。単純なかけっこじゃない。だったらやっぱりデルタで十分ね。その巨大餅の中にはたくさんのおみくじが入っています。は？その中から見事大吉のおみくじを最初にゲットできたものが優勝です。要求されるのは速度と運。私もやらなくちゃダメね。やっぱり参加者は神社正面大手門へとお回りください。あ、しまった。デルタ、私たちも行くわよ。ん？何急いでるんだろう。うわ、人がたくさんなのです。スタートの門が見えないのです。やられたわ。勝負はもうルール説明の前から始まっていたのよ。スタート地点の順番は早い者勝ち。早くエントリーを済ませて説明など聞かずにそのまま大手門へ向かうべきだった。これじゃデルタたち随分後ろからスタートすることになっちゃうのです。代わりに戦闘集団はのびのびと走れるでしょうね。油断したわ。シドに鏡餅を持って帰るのは簡単だろうと。ふん、これくらいあれです。ちょうどいいハンデってやつなのです。デルタ、全員ごぼう抜きにして1位になってやるのです。そうね、ここで愚痴ってもどうにもならないし。それでは始めますよ。1位について、よーいスタート。やっぱり前が詰まってる。こっちはまだ走り出せてもいないのに。お先になのです。デルタ、この人混みの中を間を縫うように凄まじい速さで走り出した。あの走りは獣人にしか、デルタにしかできない走りだわ。邪魔なのです。どいたどいた。うわ、押すな。ああ、落ちる。落ちる？あ、本当だ、穴が開いてる。うわー、門松が尻に。尖った竹が穴の底に立ってる。とっても痛そうなのです。落とし穴はジャンプで飛び越すのです。うわー、着地地点を矢が狙ってる。これは避けられない。飛んだ先、赤と白の羽がついた矢がたくさん飛んでくる。ガン、着地と同時にでんぐり返し、これだって四つ足で踏ん張るのです。マジかよ、あの犬娘、浜屋の一斉走者全部避けていきやがる。どけどけ、
優勝はデルタがもらう。え、もう豪族が刺してきたの？私たちのスピードについてこれるなんて。巨大餅ってどれ？あれか。まだ負けたわけじゃないわ。先に大吉読みくじを見つけ出す。ガツ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 。あの子、餅を掘らないで食べてる？むちゃくちゃよ。おみくじまで食べちゃうわ。なんか入ってたのです。あ、おみくじを掘り当てられた。なになに、大…まずい、大吉が。大根。まだいける。次のおみくじ、スカ。ハズレ。猫。あれが戦闘集団ね。デルタはどうしてるかしら。大王、末吉、大末吉。もしかしてまだ大吉は出てないの？はい、なのです。あ、当たり、もう一本。何の当たりなのよ。ほら、よく見て、こうして日に透かしてみると。おお、透けて見えるのです。これは文字がいっぱいあるから、大吉じゃないのです。その手があったか。あなたたち。お猫、大吉、大変。ん？今あったー、大吉。私が優勝。よこすなです。ガー。大吉のおみくじゲットなのです。今思い切り殴って奪ったんだけど、ルール違反じゃん。ありです。獣人たるもの、最後は力で解決すべし。勝者は犬の獣人デルタ選手です。わー、優勝、優勝なのです。本当、獣人って何なのかしら。明けましておめでとう。新年早々忙しくなりそうね。